はい、おはこんばんちは、いわです。はい、本日はですね、最近自分がアジリティにハマっているの皆さん知ってると思います。でですね、今日はですね、そのアジリティのジャンプバーを作りたいと思います。すごいっていう、あのジャンプする道具なんですけど、あれがですね、なんと100均のものだけでも簡単に作れるのちょっと YouTube 上で見かけてですね、マロプチベルチャンネルさんの参考にしました。で、今からそれを作っていくんですけど、材料はですね、まずトイレとかをスポスポするラバーカップをまず2つ、それに2つ目がこの棒ですね、棒、これをジャンプさせるという感じですね。こうやってこうして、ね、で、それこれをつけるにはまずここにあれをしない、つけないといけないじゃないですか。で、その時に使えるのはこの隙間テープ、この4種類でなんと作れるそうです。100均ですよ、100均、100均で全部揃えますよ。っていうことは440円で全部が作れるということです。すごいですね、小春ちゃん、ジャンプ台が作れるよ。チラッと言ってる、ちょっと暗いねということで早速作っていきましょう。これ切りました、ハサミでちょびんと。で、これでこの後ろの方にシールのテープですね、これを当てきた、マジです。超簡単。これできましたよ。できましたよ。できました。一回してみよう。最強だ。なんで、なんでジャンプしてよ。はい、どうですか。とりあえず 4段まで作ってみました。で、これを量産したいと思います。はい、できました8本分、つまり4セットですね。これがなんと1セット440円で作れます。しかもこれ隙間テープ1個買ったら全部に使えるんで、これの分はだいぶ余るんで440円以下になります。たくさん作ればですね。ということでちょっと設置してみましょうか。できるかな、一番低いやつをしてみましょうか。はい、どうですか。お部屋にアジリティコースが、ジャンプだけですけどできました。うん、小春ちゃん、どうよ、小春ちゃん、できたよ、嬉しい。わからんね、早速遊んでみようか。というふうにですね、このやり方だったらポンと押したらすぐ倒れるようにできてるんで、足が引っかかって怪我するということも問題ないですね。すぐ落ちるようになってるんで、おすすめでございますということで、アジリティのジャンプバーを作ってみました。いかがでしたでしょうか。皆さんも今ですね、例の病気のせいでお家で暇な時がある、あると思うのでですね、よければお家にこれ作ってからですね、お家のワンちゃんとかと遊んでみてください。ワンセット440円で作れるんで、すごくお得ですよ。ということで、今日はこの辺で終わりだと思います。これはですね、外でも多分使えるんで、今度スラロームと一緒にやってみたいと思います。ということで、小春ちゃん、最後のご挨拶よ、ね、
バイ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